はいどうもこんにちは、しょうかです。今日はですね、最近すごくハマっている第2次メガネブームが来ていてですね、サングラスとかもそうですけど、アイウェアですね、アイウェアブームが来ていて、ヴィンテージのフレームを2本最近購入しましたので、そちらを紹介しようかなと思っております。1本目はですね、こちらです。1960年代くらいのアメリカンオプティカルですね、はい、すごく有名な、めちゃくちゃ老舗のセーフティーって言われるやつですね。そのエンジニアの人とか現場の方がですね、あのコンクリートとか土とかその砂ぼこりとか、そういういろんなこう変がいろんなのが飛んできた時にこう目を守るために、本当セーフティーっていう、その名の通り目を守ってくれるためにかけるメガネフレームというかメガネだったんですよね。なんで結構意外にこういう同じ年代くらいの1950年代とかの割にはですね、他のこうブランドの結構ファッション性の高い感じのメガネよりは結構安いんですよね。安価に、今はですけど安価に買えるものなんですよね。でも見た目は別にそんなにこうセーフティーって言われなければわからないというか、別にそんなに変わるのっていうような感じなんですよね。ただだんだん数ももちろん減っていってるので、どん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 セーフティーも値段上がっていくとは思うんですけど、一応これはアメリカンオプティカルのセーフティーっていう感じですね。で、もともとはガラスのとクリアのレンズが入ってて、もう本当セーフティーのためなのでガラスのレンズが入ってたんですけど、それだとちょっと使い勝手が別に特にないので、こっちの、ブラウンのですねガラスレンズ入れました。だいたい誤差は 80% ぐらいっておっしゃってましたね。いつも本当にお世話になっているスラックザーデさんで入れていただきまして、ちょっとかけてみますね。はい、こんな感じです。なかなか 80% の濃さのやつってあんまり最近かけてなかったんですよね。昔持ってたレイバンとかは結構濃いめだったので、このくらいはあったのかなとは思うんですけど、なかなかねこの濃さを自分で選んでっていうのがあんまなくって、結構どっちかっていうとこう薄いグレーとかブルーとかパープルあたりの 25% とか言っても 50% 弱ぐらいのやつを大体いつも選んでたりするので、結構ねこのセットでこうフレームとレンズセットで売ってるレイバンみたいな感じのグラサンじゃない限り、あんまり自分でフレームから買って自分で好きなレンズ入れるって言ったら選ばないぐらいの濃さだったんですけど、今回ちょっと行ってみました。でめちゃくちゃ良かったです。個人的にはねこの色むちゃくちゃ気に入ってて、ガラスとそもそもまずプラスチックが、あるじゃないですか、レンズあるんですけど、そこでガラスの良さっていうと傷がつきにくい、透明度が高い、ちょっと透明度が低いと俺結構ストレスに感じちゃうんですよね。なんか曇って見えるじゃないけど、ちょっとこう見づらいってすごい、まあ、俺以外でもみんなほとんどがやっぱ見づらいってストレスだと思うんですけど、ガラスの方がやっぱ透明度が高いのでここはいいなっていうのと、あとやっぱこの雰囲気ですね。1950年代とか60年代くらいのミッドセンチュリー的なこういうメガネには実際ガラスレンズが入っていたので、あの当時まだプラスチックがない時とかなので、やっぱそのフレームに合わせるんだったらちょっとガラスの方が雰囲気が出るかなみたいなところもあってですね、あと個人的には重みがちょうど良かったりとか、金っていう音が良くって、ガラスで気に入ったレンズがあるんだったら俺はガラス派なんですよね、どっちかというと。でもちろんデメリットもあって、割れやすいっていうか、割れやすいわけじゃないですけど、そのプラスチックだったら落としても、割れない、ちょっと傷つくだけだけど、ガラスだとちょっと当たりどころが悪いとパキッといってしまうっていうところがあるので、ちょっとそういうところがあったりだったりとか、あとガラスの方がちょっと色のバリエーションが少ないって感じなんで、こういう濃いやつとかだったらあんまり変わんないですけど、その淡いピンクとか淡いブルーレッドとかそこら辺とかのやつだとプラスチックの圧倒的に多分種類が多いので、ちょっと黄色みの強いグリーンとかいろいろ選べると思うんですけど、ガラスはもうちょっとこう種類が少ない中で選ばなきゃいけないんで、ガラスに本当にピンポイントでこの色いいなっていうのがあったらすごくいいと思うんですけど、もうちょっと色なーっていう人はプラスチックから選んだ方が全然いいかなとも思いますし、あとこの重さが嫌だっていう人も中にいるだろうし、そのあたりでプラスチックとかガラスのそれぞれの良さ悪さ悪いわけじゃないですけどね、それぞれの特徴があるので、個人的にはですねガラスが好きだし、このブラウンの感じはすごく良かったのでこれにしました。まだね外には1回も最近作ったばかりなのでまだかけていってないんですけど、すげえ楽しみですね。ちょっと日差しがもうこれから夏終わってくんで、ちょっとね日差しがどこまで強くなるか分かんないですけど、でもまあ冬でもそこそこね晴れてれば眩しいので、そういう時はねこういうのをかけていきたいなと思ってますね。ちなみにサイズはですね46-23ですね。ちょっと珍しいですよね、23っていう、だいたい22かの次が24みたいな感じで20、22、24っていうのなんですけど、たまにでも全然ないわけじゃなくて、
は23っていうのがやっぱ出てくるんですけど、これはそれですね、46の23です。まあ、サングラスで個人的にベストだと思うのは46、あ、個人的には自分の顔に合うのは46、24とか46、22ぐらいかなと思って、まあ、23っていう間を取った感じもまあ別にありかなと思ってですね、いきました、はい、すごく気に入った1本です。で、もう1本ありまして、もう1本はですね、こちらですね、これはですね、さらにちょっと古くて1950年代ですね、ニューヨークのブランドでほぼほぼ被らないだろうなっていうところがですね、めちゃくちゃいいなと思ってですね、これこんな感じですね、まあ代表的なウェリントンって言われるような形ですかね、要はあの別光のカラーですね、はい、本当の別光だとあの亀のむちゃくちゃすごい本当に高いあれなんですけど、あくまで別光カラーって言われる、まあ、別光らしい色っていう感じですね、別光のカラーで、でレンズはですね、同じくガラスのレンズを入れていて 15% くらいですかね、 15% くらいで薄いグレーにしました。こちらもソラクザーデさんって入れてもらったんですけど、最初はブルーに行こうかなと思って店員さんと話してたら、グレーの方が大人っぽくて渋くていいんじゃないですかっていう話になってですね、あ、なるほど、確かにブルーは他にも持ってるので、あ、じゃあちょっとグレーの薄い感じでいきますということでですね、はい、今回はグレーの 15% 入れてみました、はい、こんな感じです。これサイズはちなみに44の24ですね。ただ44の24って言ってても、多分この高さとか幅にもよってサイズ感が変わるんですよね。だから他で持ってる44、24 と、またなんかちょっと小ぶりに見える感じがするんですよね。これが持ってるアーメルとかの方がもうちょっと大きく感じますし、これ結構ね、すごくちっちゃく感じますね。あと、なんでかわかんないですけど、各社ちょっとそのサイズ感、よくあのデニムとかもそうですけど、インチによってなんか、あそこの28ってなんかここのブランドの30くらいなんだけどみたいなあるじゃないですか。そういう感じがあるのか、数字なんですけど同じ44、24って言ってるんですけど、ちょっとね、ちっちゃく感じるんですよね。まあ、実際測ってないし、まあ、別に取っちゃっていいんであんま気にしてないんですけど、なんかね、ちょっとちっちゃく感じます。ただ、まあ、いわゆるミッドセンチュリーの1950年代のなんかその古着で言えばもうすごくいい時代の雰囲気がすごくして、やっぱあの時代の人たちって結構小ぶりにかけてるイメージが強いので、あんまこうでっかいやつってもう70年代とかね、後になってヒッピーっぽくなっていけばどんどんサングラスも大きくなると思うんですけど、あのミッドセンチュリーぐらいの時代ってそんなこう大ぶりなサングラスっていう感じでもないですよね。どっちかっていうとイメージで言うと結構こういうビートニックとかのね、あの辺りの人たちがかけてたのってちょっとこういう小ぶりっぽい感じのイメージなので、すごくこう古着に合わせやすいかなっていうのもあってですね、雰囲気的にも好きなのでこの辺りにしました、はい、薄いグレーが入ってるんでちょっとまあ目元に影が落ちるかなぐらいで、これの感じだとね、そんなにこう色の感じが変わらないので、まあ本屋に行ったりとか普通に服を見に行ったりするときに外さなくても別にそんなにこう支障が出ないぐらいで、ファッションとして、サングラスとしてかけるのにちょうどいいかなっていう感じですね。強い日差しとかはほとんど関係ないと思うので、これはあんまりこう眩しさを軽減するためのサングラスって感じではないかなっていう感じですけど、まあでも好きですね。まあなんでこの辺をね行ったかっていうと、やっぱこう最近ちょっとメガネやっぱいいなと思ってきて、もうなんかだんだんこう目も太陽の光に結構弱くなってきてるなと思って、あんま紫外線をやっぱカットしたいなっていうのも結構あって、メガネがなんか最近好きになってきたので、ちょっとそしたら1950年代とかのメガネって、まあ、どんどん玉数自体が減っていってるじゃないですか、当たり前ですけど絶対に。だったら今のうちに、まだ買えるうちに好きそうな感じを買っとこうかなと思ってですね、今回日本ヴィンテージメガネをね探して行ってみました。でいろいろメガネを買ってて、自分的にあんまりこう丸いメガネよりちょっと横長の長方形っぽい感じの方が似合うなってことが自分的には分かってきたので、似合うというか、まあ、好きというか自分的に似合うなと思うが分かってきたので、選ぶときもちょっと長方形っぽいやつを選びました。なんでこれは本当メリットっぽい感じでね、はい、もちろんよく言えばもうちょっと上がふっくらしてくれたからもうちょっと好きなんですけど、ただそれはまあアーネルとかで、持っててそっちであの満足できているので、これはちょっとシャープでもいいかなと思って、はい、これにしましたね、はい、ちょっとまあ似合ってる似合ってないはね、本当おのおのそれぞれが感じるところだと思うのであれですけど、個人的にはすごく満足な感じの日本です、はい、というわけで本日はですね、こちらのヴィンテージのメガネのですね、メガネフレームですね、2本紹介させていただきました。あのメガネ好きな人とかね、これからサングラス、メガネどっちもこう探してるよって人はぜひ参考になればなと思います。というわけでまだまだメガネ紹介ちょっと続きますが、気になる方はぜひ
他の動画も見てみてください。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またね。